カンボジアのマストです。それときなこです。きなこです。先日ツイッターの方でも、紹介させていただいたんですが、この度、遊びネクストという、芸能事務所に入ることになりました。ありがとうございます。事務所に入った経緯は、いろんなご縁があって入ることになったんですが、ソフトテニスをもっと別の切り口から発展させていきたいなと思った時に、テレビなどのメディアに自分が出ていけるようになれば、もっともっと発展させていけるんじゃないかなと思って、今回事務所に入ることになりました。もちろんそのソフトテニスの活動やエースマネジメントの活動というのは引き続きやらせてもらえるという契約で話をさせてもらったので、これまでと同様に引き続き頑張っていきたいと思っています。この事務所入りがどのような活動の広がりを生むかというのは正直まだ分かっていませんが、いろんな可能性を信じて多角的にこれからも頑張っていきたいと思っていますので、ぜひ応援よろしくお願いします。最近外での撮影ができておらず、動画を撮ることができていないので、今回は、これまで行ってきた技術動画のまとめの第5弾として、ローブレのまとめ動画を、紹介していきたいと思います。全員の選手の中でもローブレが苦手な人も多く、公演の人も、試合の中ではローブレをしなきゃいけない機会も今とても増えているので、ぜひローブレが苦手な人は皆さん参考にしてみてほしいなと思います。ローブレが苦手な人は参考にしてみてほしいなと思います。それではやっていきます。どうぞ。